はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズ、はい、前回サプライボックス回収してちょっと遠かったんで歩いて帰ってくるところはカットしちゃいました。今帰ってきて、建築再開ですね。いやー、まさかサプライでスレッジハンマー2回も来るとは思わなかったね。結構へこむわあ、そうだ、帰ってきたらあれだ、コーヒーがね、コーヒーが完成してたんで、コーヒー回収しちゃいましょう。コーヒーが1、2、3、4つできてるね。で、これに、ベリーの種、ね、拾ってきたのを植えて、コーヒーまた植えとこうか。よいしょ。あ、これ、これ。ここはいらない。変なところに植えちゃったね。コーヒーもだいぶ増えてきたかな。こっちももうすぐ育つね。いいね。そしたら、嘘、木に殺された。こっちに向かって倒れてきやがった。あんなちっこい木に殺された。うっそやん。しかもベッドこんなとこにあるし。しまったな。しまった。でもベッド回収して走ってくるか。うわぁ、へこむわ。マジへこむわ、今のは。このアイテム回収しろってことなんでしょう、きっと。そういうことにしよう。バスケット持ってこっか。チームね。マジか、結局走ってか言ったのにもう一回走るのか。いやー、警察官いるし、攻撃するしろ、なんもないし。あー、残念。これさ、さっき見かけたサプライボックスこれだし。というわけで、これ帰るところまでカットします。カットします。もうどうせ走るだけになっちゃうね。はい、夜になりましたけど、一応帰ってきました。結構迷子になっちゃったんで。で、この死体回収しましょう。いやー、まさかあんな木にやられると思わんかったね。細い木も侮ったらダメなんだね。あ、登録してないじゃん、じゃあ。あれ？なんか俺全然来てるんですね。こんだけ？とりあえず、寝袋設置しましょうか。で、今は、ちょっと中改装したいんで、外に置いときます。で、どうしよっか。インベントリー大変だったな、今。なんで、あ、羽は大根の。これ入れといて、ファーストエイドキット、インゴット、木が多いね。木が多いんで、フレームを軽く作ろっか。んで、その間にインベントリー直そう。ちょっと、ショットガン系のアイテムとか拾ってきたんで、地下に一回行って、あ、その前にこれ埋めとこっか。やばいもんね。これ3番にして。夜になっちゃうんで、後から、差し替えるとして。よいしょ。これをとりあえず植えときましょう。埋めときましょう。このメタルバーどれぐらい強度あるんでしょうね。強度が、硬ければいいんだけど、弱かったらほんと、一瞬で倒壊するもんな、これ。よし。これで一通りいいでしょう。でもってインベントリーがほんとめちゃくちゃ。クロスボウは？クロスボウ。あれかな？一番何でもいい。ピストル。あ、いいね、ピストル。なので、どうしよう。インベントリーもう一個作ろうか。これちょっと捨て
してて、ちょっとしてて、ストレージ、ビルディングツロー、あ、インベントリーに空きはありませんって言われた。松明設置してきたね。よし、これ作ろう。そう、インベントリー空きないと作れなくなってたからね。お、あちらからゾンビが流れてきます。これもしかして引っかかるかな、ちゃんと。あ、いいね、これ。これありがたいわ。あ、ハンター来ました。あ、いいね、貫通してる。ありがたい、ありがたい。あいつは届かないかな。あ、センスローあったか、届いてるかも。多分届いてるね。ハンテッドなったけど遠いな。遠い。ヘッドショットなってるのかもわかんない。あ、もういいや、近くまで来てから倒す。あいつはもう一匹の胴体当たってるんだよ。よし、ストレージができたので、どこに設置しよう。隣でいいかな。これはとりあえず重慶を入れておくか。ちょっと、来ましたね。よし。あ、ちょっと待って、帰ってかないで。あ、これ便利。これ便利だけど、俺大変なこと聞かれて。多分これゾンビもこうやって上がってくるよね。こうやって。これ危ないな。それはちょっと危険です。便利だけどゾンビにも同じことやられるから、こうしとこう。こうしたら俺はこっちに入れるけど、入れない。そっか、しゃがんで1マス入れなくなったんだ、今回から。そっか、なんで、レッドテーブルじゃない、レッドプランク、これだ、これ作ろう。そのために赤いお花いっぱい作ってきた。24ぐらいでいいかな。中腐っ、切ろう。どうしようかな。できなくなるようですね。ここから行きますね。もうテーブルにしましょうか。そしたら周囲できて、しゃがんで攻撃できるもんね。つまりこれからこんな感じだね。外枠は終了で、あ、これなんか嫌だな。なんかやだな、これ。なんかやだな。ハーフブロックってあるっけ、これ。なさそうだね。レッドウッド。テーブル。ピラー。ステアですか。いっか。キャビネットトップってどうなるんだろう。あ、めっちゃ時間かかるし。キャビネットトップだから、キャビネットトップだろうな、いいや。なんで。はい、か、これで。止めとくかも。高いな。なんか違うよな、この感じ。だって隠れてないもんね。こっちもっと高くしないといけないもんね、そしたら。鉄パイプを作りたい、もっと。ご飯を食べなくていい。そうだ、死んだんだ。あれ、死んじゃったんだ。ホントに、は聞き方をちっこい木だから気にしてなかったら、もうあれで一撃必殺だったね。
スレッジハンマーのレシピとかもいらないしな。HP 増やさないとな。もう最低ではこれ多分。どれだっけ60最低で。ボグ作ろっか。今レベルいくつだ。レベル21なんで、そうだね、この鉄パイプでアイアンなんちゃら作る。それで12しか作れないの。ああゾンビたち走り出したね。ちょっと待って、ちょっとしとかなくていいかな。よし、でこれ1個にして、来た。よし、登ってからがいいかな。よし、で、あっち側こそ必要じゃん。高さ足りてないし。どこになんだ。これ違うな。この高さだよね。だよね。ということは、土ここまで来ないといけないんだよ、本当は。登れねえじゃん、俺。どうするか。よし。あ、外暗っ。何も見えねえ。直さないといけない。明るくしないといけないね、外。そうだ。キャンプファイヤーで光線防壁作ろうっていう話もあったんだ。コメントいただいて。キャンプファイヤーで防壁作れるかな。キャンプファイヤー置く位置ね。面白いこと考えたんで、ドアの正面に置いとけば、ゾンビってドアを優先的に攻撃するから、ドアをね、ちょっと変な場所に置いて、キャンプファイヤー置いたらどうなるかなっていうのを実験してみたいんだよね。どこだっけ、これ何入れたかってます。何入れとこう。水15もあるね。キャンプファイヤー1個作ろっか、内側に。はい、外側に置いてね、がっつり作ってるやつ壊されるのが怖いんだよね。どこ行った、どこに置こうかな。上がいいか、下がいいか。下がいいかな。いや、むしろ、こっちら辺がいいな。あれなんで。こっちら辺の方が壊されるか。キャンプファイヤー下手したらあれだからね。自分がこっち置いたらどうなるんだろう。あ、ちゃんと見に来た。自分が燃えちゃうからね。太郎を。どうしよう。これか。あれ？あ、待って。太郎だ、これ。太郎？クリマルファットと思った。あれ？なんで？クックウェア入れてねえじゃん。鍋入れてねえじゃん、鍋。鍋がない。鍋見つけつかるはずなんだけど。クックウェア入れてあるじゃん。なんでいけるんだよ、それなのに。あった。よし。ね、これで、ちょっと松を作ろう。トーチ。ああ、クロスフラグメントに変わったんだ。そうだった、忘れてた。確かにクロスフラグメント使う機会少なかったから正しい選択かもしれないね。そしたらこれとオイルとあれでも作れればいいのにね、当時。あ、またおかしいし、一回置き直さんと。
認識しないっていう相手も。ここが足りないか。どっちあれどこ行った？あった。こっちにつけとこう。どうしようか。こっちら辺につけとこう。ドアの。もう一本あっちはついてるね。これでいいかな。ああ、これ余ってる。どうしよう。アニマルハットもないよ、多分。あ、見つかった。あ、見つかったの。ストレージウェポンズ、コールオール、コールオールがいっぱいあるのありがたいな。もちろん持ってないね。お、ピストル結構良くなるんじゃない？これで。これとこれがあるから組み直してみましょうか。確かピストルあるね、レシピ。なんで。あと10秒待って。ピストルを組み直して、ついでにフラッシュライトつけてみますかね。フラッシュライト、耐久変化確認してみよう。150。減らないね。しかも遠くまで照らせないか、あんまり。変わってる気しないね。カスカーニぐらい。150。何なんだろう。でも修理できないんだよな。まあ、減らないってこんな早くは減らないか。ちょっとなんかやっててみるか。ピストルを分解して。いいね。バレルこんな弱いのだったんだ、俺の。全体的に弱い。いいんじゃない？これで。フラッシュライトもつけちゃう？フラッシュライトつけちゃおう。フラッシュライトつけて。はっ！何？フラッシュライト消えた。はい、バグってる。謎バグってフラッシュライトなんかついてないし、うわーへこむわ。せっかくフラッシュライト拾ったのに。つかハンドガンってこんなに拡大されたっけ。前からめっちゃ照準は良くなってない？え、こんなに拡大されたっけ。今これ右の木がギリギリでしょ、画面。拡大されてるよね、だいぶ。すげえ。すげえ、拡大率めっちゃ上がってる。クロスボウより遠く打てるようになってるんじゃない？なんかゾンビ来てる。いないね。フラッシュライト。俺のフラッシュライト。というわけで今回ここら辺で終わろうかも。フラッシュライト消えちゃいましたし。なんか他にしたいことあったけど忘れちゃったんで、だからこれハンドガンの材料置いときますね。今後なんかバグで消えたりありえるんで。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次の動画見てください。次の動画はね、このままちょっと夜だけど建設を続けていこうかななんて思っています。よろしかったら見てください。セシカでした。